白鷺漁でございます。これちょっとそこそこ大きいけどね、これも片っぽ半分かな、半分はちょっとね住宅で、こんなとこ泥があったん、あらあら、ここは抜れたんやね。どうだったの前、昔は。いや昔は抜けれてないはずやけどね。はい、ありがとうございます。はい、行ってみましょう。もう横はね住宅街になってますからね、右も左もこの辺はね、慶光天皇の皇子、山田武、白鷺漁、はい、宮内庁のね看板が立ってますけど、なかなかね、ディンとしましたかね。このマスもなかなか結構なもんですね。あ、ここにね、ここに石碑がね、立ってますけどね。もう横はもう住宅でございますね。はい、ありがとうございます。ここね、昔家が建ったんやけどね、立ち退きされたんかね、寮母参考地になるとね寝てもらうみたいやね。なかなかね大きいでしょう。ここ200メートルあったかな。ここもう右足が限界でございます。それでもね、カメラ持ったらね、前へと進むんでね。あ、ここにこれ、なんて書いてある。ウォーキングトレイル。羽引きの、あ、意外と書いてあるけど、時のルート。あれ、これは、あ、車が走ってくんな。車走れんねんな、これ。あ、ウォーキングトレイル。わあ、いっぱい作ったんだよ。時のルート。そんなあったっけ。白鳥陵古墳。あの、前の山古墳で言うんですけどね。ああ、綺麗でしょ。ほんと綺麗やて。ああ、いいね。ちょっとだけ歩いてみようか。この景色が一番いいよね。いろんなとこ歩いてるけど。どうです、これ。素晴らしいでしょ。みんなね、森、木ごみって何やねんっておっしゃるんだけど、これがまたいいんですよ、これ。これがね、これだと分かるけどね、あの、仁徳天皇陵なんかってほんまに何も分からんね。森、山でございますね。高さがあるもんでね。いや、いいね。今日は全然ね、白鳥もいないんやけど、たまに白鳥が浮かんであるんやけどね、今日はね浮かんでありませんわ。あ、素晴らしいね、やっぱり。大和武尊さんの寮は三重県やったっけ、津市やったっけ、ずっと五世やったな、五世行っぺん行ったんやけど、五寮があるんですけどね、五世はちっちゃいですけどね、あれは。前方後円みたいな形になってるけど、まあちょっとおかしいんだけどね、その自転されてる人はちょっとおかしいんだけど。いやー、いいね。こういうもん高さそんな高くないね、思ったより高くないね。近頃ね、池の水の色がね真っ赤だったり青やったりね、グリーンやったり、なんか面白くなってんだけど、なんだろうね。横王子大道やね、横王子の。まあ、この狭い道を飛ばさんでも危ないのに、びっくりするやろ。あ、ここは飛水してんねや。あら、亀がいっぱいおりますわ。亀、これ見るだけでもこれ20匹ぐらいおるね。パッと、あ、もっとおるかもしれんね、これ。わ、すごいね。
これ入れるんかね。入れるな。何回も来とんのにね。何回も来とんだけど。おお、いいね。素晴らしい。あの辺まで行けるんだろ。ちょっと行ってみましょうか。公園部でございます。だから反対側はこういうことになってればね、回れんだけどね、反対側はもう住宅がね、密集して歩かれへんね。あの辺護岸工事は規制されとるけど、やっぱり回れんのやろな、そうな。風が出てきましたか。いやー、素晴らしい。反対側、ほとんど住宅地やから、歩かれんねんて。護岸工事してあるけど、あの上をね、歩けるようにしてくれてね。あかんか。あかんか。これはね、緊急派だよね、この護岸工事はね。入れませんか。わあ、ビルにある。はい、ここまでございました。はい、ありがとうございました。